江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本の立ち木密度がやばいということで、画像があるんですけども、ご紹介していきたいと思います。はい、こちらでございます。本、はい、立ち木密度ってそもそも何なんだというところでね、はい、木のね、木、森林の多さがこの緑の濃さで表されているよということでございます。まあ、こんな感じになってるんですね。はい、日本は比較的緑ですね。で、他にもあるんですけども、はい、あ、これが朝鮮半島ですね。あ、緑が日本に比べるとちょっと薄いのかな。はい、日本は濃いですね。あ、ロシアの方もちょっと濃いですね。あ、これがヨーロッパ。まあ、縮尺の問題もあるかもしれないけど、そんなに密度は濃くないのかな。これはロシアの方か。アフリカ本当にちょこっと。これはアメリカか。カナダの方が多いですね。南米。南米ね。アマゾンよりむしろちょっと南米でも上の方ですか。が濃いんですね。アマゾンがちょうど真ん中ぐらいだと思うんですけどね。真ん中のブラジルよりか。はい。こんな感じでですね、日本は結構緑があると。緑が濃いということなんですね。こちらに対して渓谷の反応がありますので、ご紹介していきたいと思います。はい、それではね、一人目、こちら。日本にあれだけ緑が多いのを初めて知りました。渓谷、日本は平地の森はほとんどなく、ほとんどが森山ですから。日本の山地の比率を見ると、日本は平野が関東や関西に集中していて、山地の比率は私たちより多いです。日本も山がとても多い国です。ウクライナも土地は本当にいいですね。ウクライナ、ウクライナ、ヨーロッパ、ああ、ウクライナってこの、ああ、ウクライナ全然ないんだね、木が。ああ、はい、次。ウクライナは途方もない国ブラ地帯です。ブルブル。日本には杉花粉が。日本は関東平野が広いですが、全体では山地の比重が相当高い国です。日本にアレルギー患者が多い理由の一つであるようです。アフリカが意外に少ない感じですね。そうだ。コロンビアがブラジルより密集度がさらに高いようですね。うん、日本は私たちのように内戦がなく、数百年を超えた危機がとても多いです。羨ましいと思う時が時々あります。むしろ内戦ばかりではなかったのですか。毎日のように自分たち同士で戦っていたのは知っているけど、日本、外国からの侵略がなかったというのが羨ましいです。私たちのように爆弾を空から注いだ 6.25 朝鮮戦争のような近代戦争がなかったからです。第二次世界大戦の時に空襲はあったが、大型都市にだけ一度注がれただけで、それなりに米国の配慮で京都のような遺跡が多いところには爆撃さえありませんでした。参考までに、ドイツのドレスデンは遺跡で、あれ何で、あれ、そのまま廃墟になりました。日本も山林が 67% だから、人口増林の植栽量も半端じゃないです。山林管理用の列車と鉄道が別にあるほど。気候も温暖で、もともと木が過密な屋久島のような温帯原始林まで持っています。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。これはムンちゃんのせいじゃないの？太陽光を広めたムンちゃんのせいではないのかね。日本はフィンランド同様に森林大国だぞ。
お前らは伐採するばかりで植栽しねえじゃん。お前らはハゲ山大国じゃん、かっこ笑い。お前らの国は日本が植林したんやで。渓谷は焚き火にしちまって植樹しないじゃないか。炉はそもそも人が住んでない場所もあるからね。ああ、そうだね。だって日本が統治するまでパゲ山やったんやから。お前らは日本が植林した木を切ったんだろ。ああ、ツンドラ地帯、針葉樹。太陽光パネルのせいでメッサ減ってるけどな。あ、お前らんとこハゲ山文化だもんな。すまんな、わら。炉の場合は森林が育たない厳しい環境もあるからね。お前らは日本が植林するまでハゲ山だったよ。アメリカは真ん中はほぼほぼ砂漠、赤土の開けた土地やるからね。米国の裏近くの砂漠は40度以上になる。日本は利用しづらい休憩者が多いから緑色が多いの仕方ないね。最高峰は 3000m 級。日本は7割が山だし、細かいところだと町中にも公園はあるし街路樹もあるしね。話変わるんですけど、なんだっけな、電気料金のランキングが出てて、カナダが水力発電が6割なんだって。だから安いんだって。へえーと思ってさ。まあ私たち今電気料金高くなってんじゃないですか。で、カナダがね、水力発電6割なんだって。すげえなと思ってさ。それで賄えちゃうの。まあ人口違うからなんとも言えないけどね。江戸時代迎えるまでは年がら年中戦争してたね、日本は。京都のは嘘って最近の研究で分かったじゃん。日本も山林切り開いてソーラーパネル設置してるの自民党小野田議員が突っ込んでましたね。平地でも田畑などで緑が多いが、お前らのところは瓦礫や太陽光のパネルばかりだろ。京都が米国の配慮で爆撃されなかったわけじゃないから、原爆の候補地だったからだよ。 C 国も国土は広いけどほとんどが山林と砂漠なんですよね。ビッグモーターは街路樹からしたけどね。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。